株式会社 NTT 西日本兵庫は、かつて存在した西日本電信電話の子会社。兵庫県神戸市中央区に本社を置き、電気通信設備関係や工事関係などで主に兵庫県を管轄していた。2013年10月1日、他の NTT 西日本の地域会社などとともに NTT 西日本東海へ九州合併され、 NTT ビジネスソリューションズ株式会社となった。NTT 西日本兵庫本社ビル、本社、郵便番号650-0024兵庫県、神戸市中央区海岸通り11番、資本金4450万円、株主、西日本電信電話株式会社、代表者、代表取締役社長。 福本秀則総務省は平成22年2月4日情報の不正提供があったとして NTT 西日本に業務改善命令を通達した。情報の不正提供は2009年8月から10月の間に行われたもの。NTT 西日本の従業員が他の電気通信事業者が入手した電話番号移転に関わる情報を 子会社である NTT 西日本兵庫の従業員に提供したという。さらに NTT 西日本兵庫の従業員が販売代理店に対してこの情報を漏らした事実が判明し、一連の行為は電気通信事業法第29条に抵職するものと認められた。また、NTT 西日本の顧客管理システムから他社の DSL 駅無利用に関する情報が必要な 範囲を超えて取り出し可能であった点、個人情報提供の手段や方法に関する内部規定の運用、チェック体制が不十分だった点なども安全管理措置義務違反などに該当するとしている。総務省では2009年11月18日に NTT 西日本に対し報告書の提出を要請。その後も1月22日に聴聞会などを実施した結果、 今回の業務改善命令に至ったとしている。さらに、NTT 東日本に対しても類似する、業務運営体制が認められるとし、行政指導をしたことが報告されている。ありがとうございます。